はペットシーツを入れる用のポットです。匂いが軽減されるらしいです。はめる。あれ、あ、ごめんごめん、くるっちゃ。これを引き出して、ここを結ぶ。そして押し込む。押し込む。これで出来上がりっぽいです。ペットシーツを何か別の袋に入れたりしないで、そのままこの中にどんどん入れていったらいいみたいです。猫たちは今ペットシーツを使っていませんが、汚れた猫砂を入れたトイレ袋もこの中に入れておいたら臭わないと思います。ね、ちょっと。